まさかの誘拐を満喫するパターンですよ語りナ<ー>はい皆さんこんにちは動画を見てまさすがと動画再生していただきありがとうございます本日はアハミフラ2期、えー、こちら見ていきたいと思いますよろししくお願いします <music> え先週はね、カタリナがまさかの劇に登場して、その中でセリフ忘れたことによって、オリジナルのドラバタ劇が開催されて、大いに笑わせてもらったんですけども、その後武道会行く流れになって、美味しいご飯食べるとか、誰とダンスを踊るのかとか、そこら辺ばっか気にしていたら、まさかの誘拐っていう展開になりまして、まあ、一体誰が誘拐しようとしているのか、そしてこれがシリアスな話なのか、ちょっとした冗談的な感じなのか、先週非常に気になるところでお話終わっております。 ので、えー、早速また30分皆さんと一緒にね、えー、前回の続き楽しく見ていきたいと思いますえというわけで皆さんも録画したものもしくはビデオンでモンド使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さヤマスト本編スタートですよろしく頼むぞさあ始まったよーんん ジオールド。ああ、見つかってないんだ。えー、えー、じゃあ結構深刻な話だね。いや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 。これジオールドだけじゃないよ。もうキースもアランもニコルもみんな心配してんじゃないのあ、誘拐犯なになにどういう。さあ。あれ とらわれの身になってしまったえ。えけどなんか、普通に。なんだえなになになに誘拐されたよねああ、やっぱされてんだ。なにこれ、なんかすげえ丁調に扱われてるどういうことは 隣の国の王様とかにさらわれちゃったみたいな。いやいや、けど、そんな接点ないもんな、別に。いやいや、誰だよ。<あ>誘拐の裏にいたのは。んんん誰だいたっけこんな人。あ、えちょっと待って、一番意外な人来たぞ。 なんでことが済みましたら。どういうこともうん。ああ、前回のね、これ。ええー、いやいやいや、ちょっと説明してくれよ。なんでそんなことしたのいや、そう、なんで出た、会議。<laughs> しかも、セリーナ。いやー、身代金とかじゃないんじゃないか。<laughs> 諦めるって。<laughs> お母さん。<laughs> あまりにもそんなことはない。お母さんはそんな人じゃないよ。普段は口は悪いと思うけど、それはダメだ。<laughs> それは <laughs>、いろいろやってんね。 いやー、けど思ったより大変なことになってんじゃないか、これは。自分で値下げ交渉ああ、やっぱ、だからお金じゃないんだよね。じゃあなんでうん。んー。え、なんなんルーファス。 こっちの方が立場、あ操られとる。いや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 一番悪い親玉は今のルーファスってやつなんじゃないか今の感じ。うん。いや、どこまで来ちゃったんだろうこのセリーナさんってどこにいるんだ えここまでちょっと、もう前向きすぎだろう食欲なくなるとこだぜむしろ太っちゃうか何 <laughs> ありがとう、ラナとか、お礼言わなくてもよくねえかまさ <laughs> かの、<laughs> 誘拐を満喫するパターンですよ、カタリナ。もう、カタリみんなこんな心配してるだろうにね。お いやいやいや、なんかちょっと似てるよね。関係ないのかな、あのルーファスと。そんなことはないか。行ってないのかあ、今行ったのうん。いやー、セリーナさんって誰だっけ 付き合ってるっていうか、婚約者。その多い継承権から、争いから、あれなんじゃないかな。んん今の反応は <laughs> いやいやいや、引き込まれるな。なあ。うん <laughs> それ、それよ。メンタル強靭すぎだろ。<laughs> いや、よせえよ。いかわいい。かわいいわ、語りな。こんな性格になりたい。ああ、笑ってんだね。噂どんないや、ふふじゃなくて、どんなよ。 ええどこだいやいやいや、全然思い出せんぞ。いや、わからない。どこ出てきてるんだね。今の感じ。あ、で何、何ご飯は一緒に食べるんだ。いや、何 <laughs> セバスチャン、ルーファスじゃないのああ、いやいや、慣れすぎて呼んじゃったの <laughs>。もう、誘拐した犯人なんだし、もうセバスチャンでいいよいや、もうむしろ楽しんじゃってますよ、まさかの <laughs>。恐ろしい小屋で。 そうなのよね。普通に考えたらね。まあけど、やった本人の、まあ、過者だし、共犯者だし、それくらい思っといてほしいね。<laughs> もう、空気がおかしい。いや、ほら、温度差すごいことになってんじゃんか。<laughs> いやいや普通。 ビビるところ心配するところですよえーうんだからもう傷つく場所が違うんだねある種サイコパス <laughs> カタリナサイコパスって名前にしたらいいんじゃない <laughs> いや、もうびっくりだよな、こんなの。おかわりを消耗するなんて。うーん、それなさっきのけどね、なんかやられてんだよね。だか多いに継承権争いから、からセリーナの相手って誰なんだっけまた来た。もう、 また目黒くなっちゃうんじゃないほら来た。もう、この力すげえな。いやー、シリウス的な立場なんだね。だから、あの、セバスチャンがさ、やっと <laughs> 遅いよ <laughs> ねえ、もう二日目の夜とかなんじゃないかこれ今。おさあ。 んメアリかなあの髪。ああそうかまあ女性陣もみんな心配だよね。そうだそういうアニメだった。男性陣のことばっかり言ってたけど。そうだメアリ、ソフィア、マリアもみんな心配してんだろうな、きっと。まあ一応ね。いやー、なんだかんだお似合いな気するよね。こういうの見てると。 あ、え言っちゃったのいや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 えこれ本当にいや、言ったんだね。えー、そこまでいや。<laughs> <laughs> 吹け <laughs> <ウケ>る <laughs>。ちょっと。メアリさん。うん、まあ、この立場でいるのがちょうどいいんだ。いやいやいや、もうみんな鈍感 <laughs>。男ども。そうね。 いや、言っちゃったんだね、お互いに。<laughs> まあまあ、まあそうだな。難しいかもな、やっぱちょっと同性ってなると、この世界の中だと。<laughs> いや、いいやつ あらー。いやー、あー、そんなのがあってんの、今ん。そしてお互いに思ってる相手は一緒っていうね、この。<laughs> <laughs> いやー、これー、ちょっと。うん、いやー、ちょっと気づけよ。やばい状況だって、自分が。 なんだかんだ寝てるんだね。<laughs> いや、おかしいね。緊張感、緊張感語りな。あ、えうん。あ、ルーファスがいないからチャンスなんじゃない今。操られないで済むんじゃないか。爆睡。<laughs> 爆睡でござる。<laughs> ござる。<laughs> なんて。 <laughs> なんでござる出てきた <laughs> ああいえいえうんえそうなのうんいやまさかああ もう一人ってあいつだったんだね。そいつとこうあれだったんだ。婚姻関係なんだ。うん。うーん。なるほどな。 ああ、そういうこと。いや、捨てるぞいや、ジオールト捨てちゃうんじゃねえか、これ。で、別に捨てたことを後悔しないみたいに展開きちゃう気しないさっきのさ、アランのメアリーの話といい。結構大きな行動に出るパターンありそう。いや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 、大丈夫か、これ。 で何愛されてないのかいセリーナ。なあー、なにこれあれじゃないほら、言うんじゃないほら <laughs> もうジオー,ールドー男だわー。うーん。 そうなるのか。ちょっとタックができてきたね、この二人の <laughs>。<laughs> えぇ、ー、メアリーさん <laughs>。ちょっと男前すぎませんかね、それ。出た。もうやっぱそういう感じだよね、あれね。シリーズの間に似てんなとは思ったけど。 うん。いや、だから、そう、だから別のね。まだまだいるのかな。この中には、この世界にうん。 だから、王家の人間の関係者ってとこに気づいてほしいね、そうなれば。そうだそうだーマリア、いいよ、いいよ。えぇ、ー、そういう感じおういや、怖え。メアリーハント。 ああちょっとなんでこのタイミングでなんか頼りになるかなああミアリー。大丈夫えなんだ最強の護衛 はえ最強の声あ、あのメイドの人そういうことなんか、カタリナがちょっと顔がみたい。うーん、だからセリーナはそれができてないんだろうね。 はいはい。スザンナね。前回の。綺麗な人。せーちょ。語 <laughs> <リ> <laughs> いやいやいや、もうどんだけ、もうその考え方マジで好きだわ。うーん えー、やり方は間違ってるよいやいやいやなんか大変なことになってきたぞカタリナならもう許しちゃいそうだけどねいろいろこんなん聞いたらうんー 形式的なだけなのかそういや、けどセリーナは好きそうな感じするけどね。えぇ、ー、かわいいわって感じで笑ってたんじゃないのかなかわいいじゃん,ん、いや。どんなか性格か知らんけど、まだ。うん セリーナは恋しちゃったんだねいやイアンもう分かりづらそうな性格だけどまんざらでもないんじゃないなことないなんかニコール的なタイプでうん何ダメなのうん。 うーんいやーええつらいいやーそれを補うほどの性格の良さがありそうなのに <laughs> よい音楽が変わってもう似たほどし <laughs> まあうんうんそこねそこなのよさっきの表情も誤解かもしれんしいやどうかなうんその通り 語りなぁ。ポジティブの塊や。そうな。パコッてね。<laughs> 土をパコッとしかできないもんね。そうなー 基本的にいい人だよ、これは。いや、もう、セリーナも落ちちゃうだろうな、これ、カタリナに。ま、あ、イアン様のことは好きであろうけど、友達としての。ああ。もうほら、もうその手取っちゃえ、取っちゃえ。ねえ。 カタリナやべえな、やっぱ。魅力的すぎるぜ。いやー、そばにいてほしい。もうめちゃくちゃ背中支えてくれんだろうな、カタリナって。もう <laughs>、ほしい友達。<laughs> 優しい、ほら。 まあ、満喫してたもんね、あなた。うーん、筋は通す。そんな子だね。いや、セリーナちっちゃいな、こうやって見ると。体もキャシャだし。あ、あいつかここのパターン。いや、ほらほーら まあ、うまくいかないだろうなって思った。で、多分、あの、メイドさんが、なんかあるんじゃないかな。いやー、だから、やっぱ裏で動いてんね、こいつが。裏ボス的な感じで。えイアン王子ともども えじゃあ、第一王子のあれなのかな使いなのかなこいつは。もしかして。いや、そういう感じじゃねただシリウスっていうか、ほら、元生徒会長のラファエルだっけっ元の名前、シリウスでしか覚えてないんだけどな。ラファエルで合ってるかな今あったから。だからラファエルが言うには、 なんか、語りナんそばに誰かいるって感じだから、もうあと残るはあれだよね。メイドさんしかいないよね。あの、メイドさんが助けてくれるんじゃないのえ、あれ誰だっけ全然思い出せないんだけど。で、これはミュシャだったね。先週話してたけど、俺、エンディングの話。ミュシャの影響を諸に受けたエンディングなんだね。まあ、わざとだろうけど。 いや、てか、ジオールドもう男だよね。全然そんな固執せずさ、カタリナのためならばとか。いや、あとはもう、イアンさんは知らないけど、その、もしあのルーファスって男が第一王子の使いで来てんだとしたら、第一王子のあいつは、結構やばいやつなんじゃないかな。 できることならこの王位継承権からねなんか手を引いてもろうような形まで追い込みたいとこだけどねまあそこら辺をまたあのメアリーたちみんなでやっていくんじゃないかなちょっとメアリーが今回男前だったねあとねそしてメアリーとキースがまさかのねああいう話を今回していたんだねこれで思う存分さアランもさメアリーもさカタリナに対してさガンガン行くみたいな感じになってくるんじゃない か先週はニコルとソフィアとかもさ、語りないように頑張ってたし、まあ、来週くらいはもしかしたら、キース、さらにはマリア、ここら辺の活躍が見れるかもね。はい、というわけでね、今回、ハメフラ見させていただいたんですが、皆さん、今週のエピソードに対する感想だったり、僕のエアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画の様子をお越しました。バイバイ。